今日止めてくれない？後ろめたいことしたいわけ？前の奥さんと連絡取り合ってるんですか？もうメールのやり取りすらしてないよ。あ、前の奥さんの趣味でしょ。いつも考えてから物言えって言ってるでしょ。でも連絡取ってないって。旦那の離婚の理由って何だったの？本当に全然気にならないわけ？みゆきの気持ちを大事にしたかった。わがまま聞いてくれてありがとう。